長かったペナントレースが終了し、2023年のジャイアンツは4位という結果に終わりました。結果としては屈辱の2年連続 B クラスとなり、スローガンである脱会という目標が達成されることはありませんでした。ファンや OB からは厳しい言葉が多く浴びせられています。コーチや選手はもちろんですが、一番は采配を振るい責任を取る立場である原監督でしょう。采配について特に多かった意見は、弱気なバントが多い投手起用という点です。1年間を振り返る上で全てを挙げると長くなってしまうので、簡単に2つだけ紹介していきます。1つ目のバントですが、数というよりも使いどころと選手の適性に疑問符がつきました。例えば9月25日の試合では、門脇、坂本、岡本、重信とつながる場面で、絶好調の門脇にバントさせると坂本が凡退、岡本が敬遠されて5番の打率1割6分の重信と勝負され抑えられてしまいました。これには門脇捨てて重信勝負かよといった意見がファンから出ました。今年を振り返っても下位打線につながるところで大城にバントさせたり、当時得点圏4割を誇っていた秋広にバントさせるなど、ファンからは多くの批判がありました。しかし勝利につながるケースもありましたし、バントだからといって一概に批判はできません。2つ目の投手起用ですが、皆さんご存知のようにマシンガンと呼ばれる継投策や先発を下ろすタイミングに批判が多く集まっています。22年の中継ぎ負担指数を見ると、5位に高梨、6位に大勢の2人が並んでおり、どちらも今年は見事に成績を落とし潰れています。先発平均回数は 5.70 回でリーグ5位、救援平均回数は 3.22 でリーグ4位、平均救援起用数は 3.48 でリーグ最下位です。確かに数字で見てもリリーフを多く起用していることがわかります。しかしこれだけで一概に原監督のせいとは言えません。開幕当初は投手陣が崩壊しており、早めに先発を下ろしたり、勝つために変えざるを得ないことが多かった印象です。また坂本のコンバートや打率1割台だった門脇を我慢して起用したことは原監督でしか成し得なかったでしょう。賛否両論あり、原監督の失態もあるでしょうが、2連覇やその他の功績も忘れてはいけないでしょう。阿部監督でチームはどう変わる？最終試合の後に行われたインタビューで、原監督自ら次期監督が阿部ヘッドコーチだと任命されました。引退後は巨人の2軍監督、1軍ヘッド代行、1軍作戦兼ディフェンスコーチ、1軍ヘッド兼バッテリーコーチを歴任し、着実にステップアップしています。そして大方の予想通り、阿部ジャイアンツが誕生しました。様々な意見がありますが、やはり阿部監督は楽しみですね。では阿部監督になるとどういったチームになるのでしょうか。4つの視点から検証していきます。1つ目は指導面です。阿部は以前から、最近の選手はウェイト上でトレーニングしたら上手くなると思っているが、バットを振る、投げる、走る、守るをやらないと野球は上手くならない、一番重要なのは技術と語っています。そのため基礎から徹底的に練習させることになるでしょう。今年は走塁をはじめ細かいミスが目立っていた印象なので、改善が期待されます。2つ目はキャッチャー目線での野球になるということです。2リーグ制以降初の保守出身監督となりました。阿部の著書を読んでみると、全てがキャッチャー目線で野球を見ており、すごく面白いです。多く語られていたのが配球についてです。名捕手なので、どうしても自分が捕手だったらと見てしまうのでしょう。データに基づいた配球が正しいわけではないと阿部は語っています。シーズンでは何回何十回と同じ打者と対戦するため、セオリーが当てはまらないというのです。どうしてもデータイコール正解と見てしまいがちですが、相手打者をよく見て状況に応じて3つを使い分ける必要があると言います。
唯一全体が見られる捕手というポジションを守り、何千回と状況判断をしてきた阿部ですから、今までの監督とは違う采配が見られそうで楽しみですね。そのため現在は長打や得点力が高い巨人ですが、緻密な守りの野球になりそうです。例えばデータを見ての投手起用だったり、相手が嫌がるようなリードを捕手陣に指導することもあるでしょう。3つ目は攻撃面です。過去に一休みできるチームは楽と語っているため、下位打線に一発があったり、出塁率の高い選手などを置くこともありそうです。またバントを重要視している面もあるため、序盤から積極的に得点圏に送ることもあるでしょう。また捕手出身ですから、相手の配球の癖や投手の調子などを見極めてのサインを出せそうです。4つ目はドラフトや若手起用についてです。阿部は主要都市で野球をしている選手がいいなぁと語っています。なぜ主要都市と思ってしまいますが、阿部はメンタル面を評価しているようです。東京、神奈川、大阪、愛知、兵庫といった地域は日本中から優秀な選手が集まってきます。一方地方では母数から違いますし、選手によって違いますが、一人ずば抜けた選手がいたら調子に乗ってしまうこともあるでしょう。ですが主要都市であれば周りのレベルも高く、切磋琢磨して競争を勝ち抜いた選手が誕生します。この経験から強いメンタルが出来上がり、こういう選手はプロでも成功する可能性が高いと言います。阿部といえば抜走というイメージが強いですが、抜走について、僕が見たいのは抜走する様子から見える畜生という悔しさと語っています。ドラフトや若手の評価基準では、これまでより気持ちの強さやメンタルを重視する傾向になるかもしれません。以上のことから、秋広優斗は今季飛躍した反面、あっさり見逃し三振する場面やバント失敗、守備も球際に弱い場面がありましたが、細かい部分までレベルアップしそうです。また中山ライト、増田陸は阿部コーチ時代に直々に打撃トスで鍛えられ、気持ちの強さを見せました。今季より起用されそうですね。重要なコーチ陣はどうなる？もう一つ気になるのがコーチ人事です。昨年コーチ陣を大幅に変更しましたが、2年連続 B クラスという結果に終わり、また阿部監督誕生とともに変更がありそうです。先日はデーブ大久保氏の退任が決まりましたので、今後も続々と発表があるでしょう。今回は阿部ジャイアンツのコーチ陣を予想していきます。まず新岡智弘二軍監督が一軍入閣すると見られており、打撃コーチとの噂も強いですが、阿部監督の下ではヘッドコーチが良いのではないでしょうか。阿部監督は原監督からバトンを受け継ぐ形で、チームの再建、そして上昇軍団への復活という大変重い役割を任されています。就任が発表された後、東京ドーム最終戦セレモニーでの場内一周では、いつもの笑顔はなく、強いプレッシャーを感じているようでした。そこで2つ上の先輩であり、現役時代から共に巨人を支えてきた新岡が適任ではないでしょうか。さらには2軍で5年ぶりの優勝に導き、数多くの若手を1軍に輩出しています。若手を知り尽くしており、かつ勝負にも強く、阿部監督を横で助言役として支えることができるでしょう。仮に新岡打撃コーチとなった場合は、河合雅弘ヘッドコーチが起用されるのではないかと予想します。やはり阿部監督より年上で、ファームでの総監督や総合コーチなど経験が豊富という面が大きいです。新岡でない場合、ラミレス打撃コーチが起用されると予想します。悩んでいた時に相談に乗ってくれたのがラミレスだったと語るように、現役時代からかなり仲が良く、 YouTube チャンネルにも出演していました。結構打撃についてもアドバイスをもらっていたらしく、そのあたりも信頼していそうです。人柄も良く、実際に指導の姿を見てみると、ピンポイントな指摘としっかりした理論に基づいて指導していた印象がありました。
筒香嘉智が速球に対応できないのでメジャーで成功するのは難しいだろうと当初から言っていましたし、ブリンソンは原監督が我慢できるなら本塁打25本打つが130三振しそうだと予想していました。ラミレスの現役時代は力で持っていっていそうでしたが、話を聞いても野球 IQ が高く感じられるので期待したいです。一軍投手コーチは宇都宮哲也、山口哲也が起用されると予想します。宇都宮に関しては西武から退任し現在フリー、巨人の投手コーチに就任と報道も多く出ているのでほぼ確実でしょう。阿部に宇都宮と巨人ファンにとっては夢のようなタッグですね。選手からの人望もあり、阿部と素晴らしいバッテリーを組んでいたこともあるので相性も抜群でしょう。もう一人の山口ですが、宇都宮さんは僕のすべてと語るほど宇都宮を慕っています。この二人であればお互いに情報の共有がスムーズに取れそうですし、物おじせずに意見を言い合えるのではないでしょうか。外野守備走塁コーチには亀井コーチが戻るでしょう。実際に球団が検討しているという報道もあり、選手から慕われていて求心力もあります。守備の名手でもあり、昨年には今まで外野守備をコーチから教わったことなかったと語るウォーカーを初のノーバウンド捕殺させるまでに成長させたことは記憶に新しいですね。バッテリーコーチは実松和成が起用されるのではないかと予想します。現役時代には阿部の控え捕手で窮地の中でもあり、阿部二軍監督の時には二軍バッテリーコーチを務めていたこともありました。現在は関東地区担当のスカウトに就任していますが、阿部の考えをしっかりと受け継いでおり、仲も良くお互いに意見できるでしょう。阿部監督が就任1年目のバッテリーコーチには適任な気がします。阿部新監督、巨人をどう変えるか、まとめ。以上、阿部新監督になったら巨人はどう変わるかを検証してきましたが、いかがでしたでしょうか。宇都宮さんの復帰が嬉しいですね。巨人の投手陣をどう変えてくれるのか期待したいです。桑田さんも二軍監督になるようで、息のいい若手を一軍に送り込んでくれそうです。原さんはオーナー付き特別顧問になるようですが、若い阿部新監督の色を出していってほしいですね。当チャンネルではこちらのドラフト指名候補も予想してきましたが、阿部新監督になったことによって記念すべき阿部新監督初の1位指名が中央大西舘雄飛投手になるかもしれませんね。阿部新監督、新しいジャイアンツについてご意見がありましたらコメント欄に記入してくださいね。この動画が面白いと思ったら高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。今日も動画を見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。